日チャンネル木曜日です。総チェック。はい、ということで、今日木曜日ね、1試合しかないんで、多分動画出してると思いますけども、編成の都合上木曜日なのか金曜日なのか分かりませんけども、皆さん今日何曜日ですか。さあ、ということでね、総チェック、やっていきましょう。もうすぐ交流戦ということで、交流戦に入るまでにね、なんとかチームを立て直していきたいというところで、まずはパリーグから日本ハム対西武、4対1で日本ハムの勝利というところで、西武先発高橋光成、6回103球、6安打3三振、西球1デッドボール3失点と、ちょっと全体的に制球が安定しなかったなっていうところもあるんで、まあその中ね、まあなんとか踏ん張ったなっていうところはありますけども、全体的には調子はね、そんな良くなかったのかなっていうね。で、日本ハム先発山崎幸也、9回137球、8安打3三振、1球1失点と、いや、腕も振れてたし、変化球低かったしね、右バッターへのインコース、アウトコースともに、コーナーもね、高低もしっかりね、投げ切れてて素晴らしいピッチングだったと思います。その中でね、日本ハム、2回の攻撃、ワンアウトから石井がライト前ヒットで、ここでね、盗塁アウトになるんだけども、で2アウトランナーなしから万波、スティーブンソン、こう連続フォアボール、これ痛かったね。でその後ね、伏見、インコース寄りのねストレート、詰まりながらも、セカンドとライトね、ちょうど間カンチャンヒットかなっていうところでね、外崎グラブ入ってたのにね、あの球際ね、あれはね、やっぱ外崎クラスにならないとね、正直飛んなきゃいけないね、グラブ入ってたからね。で、それがグラブからポロって飛び出て落ちて、それがタイムリー。そして、3回の裏、ワンアウトからね、また松本デッドボール。だから、ここ3四球できてるからね。で、その後、ワンアウト1塁から、郡司がね、送りバント失敗、1-6 ね、っていうところで、まあ、これね、ワンアウト1塁から郡司のね、送りバントどうなんやっていうところもあるけども、まあ、これ郡司は3番じゃないからね、3番目だからね。そういったところで言うと、こういったところもね、その後、マルチネスね、状態いいんで、しっかりね、相手が、高橋光成だから取れるうちに取っていこうっていうね、ところで行ったけどもバンド失敗。で、2アウト1位からね、マルティネス、アウトコースのストレート、若干ボール気味かなっていうやつかね、ライトフェンス直撃ね。で、マルティネス3ベース。まあ、ロッテ戦もね、入んなくて腕立てして、で、今回もね、入んなくて腕立てしてたけど、違う。逆にあれであそこまで飛んでる方がすごい。この、西武戦は。ちょこんって当てただけだからね、それが変直だから、逆にね、パワーあったからあそこまで行ったと思うよ。で、1点入って、2アウト3塁。で、ここでね、石井の時に、カーブかな、スライダーかな、ワンバン。ここが、ワイルドピッチ止めれなくてね、もう1点追加点取るっていうところで、ここがバーンッと。遅い。まず、ブロッキングの形が遅い。形が遅いから重心が高くなる。重心が高くなるにつれて、こうなるから大きく弾くっていうね、ところで、形も悪いし、ブロッキングに入る姿勢も悪い。ね。で、3対0。で、4回表にね、2アウト1塁から、村田レオン、レオのガリバーね。俺らは伊勢のラオウって言ってるけど、本人はレオのガリバーがいいらしい。ね。だから、村田レオン君もでかいし、結構大きくね、タイミング取るかなと思ったら、振り出し結構コンパクトなんだよね。で、センター前タイムリーヒット。その前にはね、1打席目はチェンジアップで三振取られたけども、それ抜け球ね、今度はさ合わせてね、やられてもね、2回はやられないぞっていうところで、センター前のタイムリーで3対1。ね。で、こっからね、もう1点2点ね、行くかなっていうところもあるけども、ね、なかなか苦しかった。まあ、その中ね、8回表、源田がツーベース。で、ノーアウト二塁からね、3球三振で長谷川ね、三振。バッと。こうもう、初球から進塁打打てとは言わないけど、追い込まれたら最悪進塁打打とうよ。1点取るのが、やっとなんだから。ね。で、その後、広間ショートゴロ、代打中村センターフライで1点も取れず、逆に、8回裏、先頭ね、松本ライト前ヒットで、盗塁成功して、ノーアウト1塁。で、ここで追い込まれながら、郡司がね、無理やり進塁だね、ファーストゴロ。この差よ、西武と日本ハム。ね、西武ガンガン動く。ね、アウトになってもガンガン動く。で、そういった感じできっちりやる。ね、で、その後、ワンアウト3塁になって、マルチネスの時にね、パスボール。ここがパッと。だからまあ、ね、肌ね、投げてんのにね、まあ3年目っていうところなんだけど、そこカバーしてやらなきゃいけないね。だから、ブロッキングの形が遅くなる、重心が上がる、ああいう球パスボールしちゃう、この全部しないように、この前も江戸川の野球教室でキャッチャーには伝えましたね。これもこの3セット、絶対しないようにできる形あります。はい。YouTube では教えません。はい。というところでね、まあ、ミスも響いてね、日本ハムやるべきことやって、西武はやるべきことやらないで、ミスも響いて、初戦ね、4対1、日本ハムの成長、山崎幸也、クピチでした。日本ハム対西武、12対3で、水曜日、日本ハムのボロ勝ちです。
結果は、2勝で日本ハムの勝ち越しっていうところになりましたけども、日本ハムだからソフトバンクに3連敗したから、ロッテに3連勝してここで3連勝だから5連勝ね、いい形グゲンね、もうボロボロです。ライオンズボロボロです。もう西武先発隅田、3回3分の2、62球9安打3三振1四球6失点。その後ね、まあ、田村を抑えるけども、まあ、平井、伊藤川、本田とね、失点。で、日本ハム先発北山ね、5回86球3安打5三振2四球1デッドボール3失点とね、いう形で、まあ、ちょっとね、あの不運にも恵まれたっていうね、あのまあ不運もね、北山の中ではあったっていうところもあるけども、まあ、こんだけね、まあ、点取ってバカバカいったらね、それはもうどうにもならないっていうね、ところで解説は不能なんだけども、まあね、初回、まあ、スティーブンソンね、これまた1軍、これ2軍調整よかったね。1軍上がってきてから、しっかりね、この試合も1番に入って4打数3安打1盗塁っていう形でね、で、まあ、だからレースもね、2軍に落ちて調整してきてね、また上がってくればいいんじゃないのかなっていうね。で、万波は5打数3安打1ホーマー4打点ね。で、石井が3打数2安打1盗塁。で、9番に入ったビズの4打数3安打1安打。1本塁打、1打点、1盗塁。いやー、8番 DH 野村、5打数同ヒット、きついね。スタメンで唯一ヒット打ってない。地獄。よくあるよくある。頑張れ。まあ、初回もね、スティームーさん松本が連続ヒット。で、ここでね、ワイルドピッチっていうところでもう、キャッチャー頑張れ。もう練習しよう。もう、見そうよ。で、郡司ね、マルチネス三振するけども、2アウトに3塁から万波がね、ライトスタンドでホームランまで。これ大きかったね。ここで0点だったらまだどうなるか分かんなかったけどね。で、2回にも2アウト1、3塁からね、ここでね、スティーブンソンがスタート切って形成している間に、水野がホームインっていうね、あの、この、ホースボークのダブルシール。ね。こっち。もう、やりたい放題されてる。やりたい放題。ね。で、3回の裏にもね、松本レフト前出で、郡司がね、ライトのカメラ直撃、伸びる。ライト伸びるね。昨日、だから火曜日の、マルチネスのやつもそうだし、万波ね、しっかり打ってるっていうのもあるけど、ライト伸びるね。で、これでね、一気に6対0。で、4回ね、西武もね、源田ライト前、戸崎フォアボールで、中村がね、レフトタイムリーヒット、もう中村ばっかり頑張ってる。で、昼間デッドボールで満塁。で、村田サードゴロでアウト、ね、ホームアウトになるけども、ワンアウト満塁から佐藤のね、セカンドゴロの間に行って、で、隅田にライト前ヒット。これね、佐藤のセカンドゴロもね、村田レオン君ね、ぐわーってめっちゃ大回りしてるけども、あれはね、タッチする仕草いいんだよ。タッチしようとして、避けたら3フィートラインだけども、タッチしようとしてなかったら3フィートライン全く関係なくなるよ。そのいい例がね、すべて3フィートラインがアウトだったら、打ってセカンドに回るとき、ぐわーってファーストちょっと大回りするじゃん。あれも3フィート出てるけどね、タッチしに来てないからね。で、ファーストからセカンドに向かうときもね、ぐわーってちょっと大回りするじゃん。だから全部、セカンドからサードホームに帰ってくるときも3フィートラインは超えてるわけよ。超えてるけど、タッチアウトを避けるために3フィートラインを超えたアウトだけども、それがないときは超えてもいいわけよ。だからあそこはセカンド石がね、タッチ素振りを一瞬でも見せたら3フィートでアウトだったけども、何のタッチする素振りも見せなかったから、逆に言うと守備妨害にならないように避けたっていうね、パターンもあるからね。そういったところでは、あれはね、石井のミスだね。もうちょっと野球のルールしてたらいいけどね。だからキャッチャーでもよ。キャッチャーでも、盗塁して投げようとした時に、バッターがちょっと出てきました。あ、邪魔で投げれませんでしたって言ったら、これ、守備妨害になんない。これ、わざと当てるとか、そのバッターが出てきたやつに。で、わざとぶつかるとかして、投げようとしたけど、この行為によって邪魔されましたよね、事実として。で、ボール当たりました。当たって投げれませんでした。ね、だったら守備妨害になるんだけども、邪魔されたけども、投げなかったらね、守備妨害になんないんだよ。ここら辺ね、ルール、細かいんだよ。ね。だからここね、正直、1点だけで済んだんだけどね。だから、北山としてはもったいなかったね。で、5回にもね、石井のタイムリーヒット。で、6回にもマルチネスのタイムリーヒットからの、石井のタイムリーヒット。で、7回にはね、水野の、プロ入り初のホームランからの万波のタイムリー。水野。もう、12対3、19安打。セーブ。遊んで、村田レオン君、ね。アグレッシブと無茶は違うから、大事になってなかったらいいけどね。俺はもうめっちゃ見てきたからね。マリンでのオリックス平野はね、ファール突っ込んでて、なんかエピソードみたいな形になってね、担架で運ばれていくのとかも見たしね。必死でプレーしてるし、一軍来てね、いやアピールしてっていうのはね、わかるけどもね、怪我しちゃダメなの。怪我するまでやってダメ。まあ、これが、10.9 だったかな。立浪さんが肩行ったみたいに、これ勝ったら優勝やと。って言うんだったら、俺はもう行ってもいいと思う。でも、
シーズンだからまだこっからも長いしね、もちろん チームが勝つことも大事だけど、自分自身が元気で1年間通してこのチャンスをつかむことが大事だから、フェンスの位置とか全部ね、エスコン初めて行ったからね、分からなかったと思うけど、それは練習の時とかいろんな時から、どこフェンスの距離はどれぐらいまであるとか、ここ見え方どうやとかっていうのも確認して、どこまで行ったら当たるとか、どこまで行ったら当たんないとか、あ、当たりそうだから、キャッチャーでもね、当たりそうだからもう突っ込んでいかないで、スライディングキャッチで行って取れなかったら取れないで仕方ない、怪我しちゃダメなんだよ。ここは本当にね、あのプレーもそうだけども、アグレッシブと無謀は違うから、ね、そういったところではね、あのまあ、多くの、ね、プロ野球選手もいるだろうし、いろんなスポーツもあるかもしれないけどもね、この勝負かけなきゃいけない時もある、もちろんね、でも勝負かけなくていい時もある、ね、そこら辺はね、だから今はまだね、そんな1試合のそんな1プレーで人生かけちゃダメよ、ね、そういったところではね、必死さはすごい伝わってくるけども、怪我しちゃダメだからね、そういったところはね、皆さんも気をつけて、必死で頑張ってください。まあ結果ね、日本ハムの2連勝っていう形だったけど、西武どうやって立て直していくんだろう。でも2軍から上げてきたね、その村田君、レオン君もタイムリー打ったし、昼間も頑張ってるしね、そういったところももうじゃんじゃん入れ替えしてね、どうにかしてね、今から選手育てられないからね、そう考えたらキャンプの2年連続5日ぐらいから始まるやつやろ、それで結果が伴ってないってことは、それはダメだって言ってるようなもんだからね、そこら辺からの改善も必要なのかもしれないね。まあ結果ね、日本ハムの連勝、日本ハムはね、好調です。続いて楽天対ソフトバンク、14日の試合4対1で楽天の勝利というところで、楽天先発ね、ポンセ6回111球5安打9三振2四球1失点と、素晴らしいピッチング、ね、投球スタイルはね、別に変わってないよ、いつも一緒ね、あの前回ソフトバンク戦ね、8失点したっていうところもあるけどもね、ほぼほぼ投球スタイルは変わらない、フォアボールもないしね、ストライクのゾーンの中で勝負していくっていうところで、じゃあ今回何が良かったのかっていうと、あのね、フォームがね、しっかり右足の股関節、右足クッて乗ってからの、そっから投げてたから、体重めちゃくちゃ乗ってたね。だからもうストレートもうなってたし、力強さあったね。で、そっからの変化球だから、あの、このね、ピッチューね、まあね、あの、この、まあわかるかな、これわかったらね、皆さんもね、見るプロですよ。このクッチューね、あんのよ。皆さん探してください。本戦の映像見えるとき。クッチュー、馬がね、曲がってからのドーンっていうね、あのフォーム。だから今回ね、キャッチャー安田だったけど、あのフォーム覚えといた方がいいよ、これがポンセのいい時のフォームやとね。でソフトバンク先発有原6回107球5安打1三振4四球4失点と、まあちょっと制球ばらついたねっていうところがあって、あとはポンセが良すぎたから全部がなんか緩くね見えちゃったっていうのも、これはまあポンセが良すぎたっていうのもあるけどね、ちょっと有原の球がね、なんか緩いかなっていう、なんか変化のキレもないかなっていうようなね、こう錯覚だったのかどうか分かんないけども、で打たれたからそう見えたのかも分かんないけど、ポンセが良すぎてね、そう見えちゃったっていうところもあるけども、まあミスも響いたよね。2回の裏ね、先頭島内フォアボールで、ここでね、牽制有原悪送球バッとね、でノーアウト二塁になって、鈴木大地がねレフト前ヒットで、ノーアウト一三塁からね、平がねレフトにタイムリーヒットで、またここでフォアボールで、ノーアウト満塁から石原のねダブルプレーの間に2点先制で、4回にもツーアウトからね辰巳フォアボール、そして石原ねカットボールで思いっきり引っ張り込んでレフトへね、ツーランホームランで4点で、ソフトバンクはね、5回の表にワンアウト二塁から三森がね、タイムリーヒットを打って1点返すけども、まあ全体的に5安打ね、ポンセに、ケチョンケチョンにやられちゃって、あとミスも響いたっていうね、ところで、でその後7回からね、酒井孫ね、則本と、ノーヒットでねしっかり抑え切ったっていうところはリリーフピッチ、まあ、この試合はね、あのもうポンセの素晴らしさっていうのがあったけども、ソフトバンクとしてはミスで失点で、ポンセにやられちゃって、まあ完敗っていうところじゃないでしょうかね。楽天としてはね、最高に投打ね噛み合った勝ち方だったんじゃないでしょうか。楽天対ソフトバンク、15日の試合3対7でソフトバンクの勝利ということで、このカード1勝1敗の5分でね終わることになりましたけども、この試合のテーマはね、ベンチの采配、一瞬の判断で勝ちか負けが決まる、早いか遅いか、まあ、結果論になるけどもね、分析するとやっぱそういうことになるよね。まあ、この試合ね、ソフトバンク先発ね、石川修太、3回3分の1、56球、8安打、三振0、1四球、3失点。で、楽天先発、庄司、4回3分の1、67球、8安打、2三振、1四球、5失点っていうところになるけども、まあ、楽天はね、初回、2アウトからね、浅村フォアボール、で、島内ライト前ヒットで、鈴木大地がライトね、超えるタイムリースリーベースで2点先制。めちゃくちゃね、いい流れ、前日からのね、流れをね、引き継いでっていうね。で、ソフトバンクはね、序盤、なかなかね、なかなか苦しい展開。
まあ、庄司もね、勢いあったしね、ストレートね。でも2回表ね、近藤ツーベース、中村ショートぐらい、ここで最悪ね、進塁打でも打ってればっていうところもあるしね。で、楽天はね、2回表、辰巳ライト前、で、石原がね、ツーベース、ノーアウト2、3塁のチャンスから、小深田ファーストゴロ、ホームね、ここ中村明ね、いい形のスピーディーなホームスローでね、アウト。で、小郷がね、ショートフライ。で、村林セカンドゴロで、まあ、ここでね、楽天も1点でも取ってたら、勝てたかもわかんないね。で、3回の裏もワンアウトからね、島内、鈴木大地が連続ヒットでワンアウト1塁チャンス作るけども、渡辺がね、ダブルプレーと。だから1、2、3とね、チャンス作りながら、ね、しかもビッグチャンスだったけども、2点しか取れなかったっていうのも大きかったけども、で、ソフトバンクはね、4回の表、柳田山川が連続ヒット、近藤アウトになるけども、中村晃がね、タイムリーヒット、ね。で、その前にね、庄司のね、ワンバウンド、ね、ワイルドピッチっていうところで、だからもう、最近なんか結構目立つね。ワイルドピッチっていうところがね。で、しかもよ。しかも、ここね。ワイルドピッチしましたと。で、ワンアウト、二三塁になりましたと。キャッチャー安田くんね。で、ツーボール、ツーストライクですと。ね。ワンボール、ツーストライクから、そのね、スプリットが行って、でね、ワイルドピッチになりましたと。ね。で、その後、ツーボール、ツーストライクから、ストレート行って、がっつりセンター前に打たれてるの。バーッと。もう、そら、ね。これもう何回も言ってるけども、変化球ワンパンになってワイルドピッチになりました。ランナーが三塁行きました。ワンアウト、ノーアウトですと。ってなった時に、まあもしくはこれもツーアウトでもいいんだけどもね、バッター心理からすると、もう、ワイルドピッチしたくないからストレート系来るんじゃないのかっていう、大体思ってるわけよ。ね。その中まっすぐ行って、ね、センター前きっちり打たれるのよ。ツーエンドツーじゃん。満塁でもないわけじゃん。もう一球変化球でしょ、ここは。俺何回も言ってんのよ。変化球ワイルドピッチになってランナー進塁してその次にストレートを打たれるやつは本当にやばいっつって、それを体現してますね。まあそこに何かしらの根拠がまああるんだろうけどもね。でその後ね、きっちり栗原にもね犠牲フライを打たれて同点っていうね。俺は基本的に、変化球の種類は変えてもいいけども、変化球がワイルドピッチになってランナーが三塁行って次ストレートを打たれるっていうのはあんまり好きじゃありません。で、4回裏、ね。まあ、すぐね、こう逆転したっていうところが良かったよね。辰巳ね、レフト前ヒット。で、ここで、ね、辰巳が盗塁して、で、また石川ワイルドピッチ。ね。フォークボールがワイルドピッチになって、で、その後ね、ほら、回とかだったらね、カーブ行くわけじゃん。ね。変化球の後、まっすぐ待ってんちゃうかって。で、結局それはね、石川がね、答えられなくてボールになるんだけどもね。で最後ね、ストレート甘めに入ったところをね、石原がレフトにタイムリーっていうところではきっちりね、すぐ返した。石原バッティング好調だね、うん、っていうところはね、いい形だけどもね、ここよ、こっからよ、問題は。で、ノーアウト一塁でね、小深田が送りバントを決めてワンアウト二塁になった時に、ここで1番大郷、こっから長谷川にピッチャーもいきなり交代するわけよ、ベンチはね。で、その後ね、大郷三振で、村林フォアボール出すけども、ツーアウト一塁から浅村をね、サードゴロになって、ここね、追加点を許さず、1点で済んだっていうね。で、逆に、楽天は、ソフトバンクの攻撃5回表、三森シュートが連続ヒット、で、三森がね、ツーベースね、で、ノーアウトに三塁になって、川瀬はセンターフライアウトになるけども、ワンアウトに三塁から、柳田のね、タイムリーツーベース。で、ここで、4対3、逆転。で、ワンアウト二塁から山川がライト、レフトへのタイムリーツーベースで、5対3で、ここで混沌になって初めて庄司から湯気に変わるっていうね、ところで、このね、やっぱワンポイント遅いよね。そのソフトバンクから比べるとね、もう全部打たれ切った後に変わる。まあもちろん湯気準備してるからね、左の混沌中村になってから行くよっていうところもあるかもしれないけど、ソフトバンクで言うとね、まあもちろん小郷は左だけど、その後村林浅村と右バッター続くからね、ここを右左に固死したためにね、全部打たれたから、もうそれだったら思い切って柳田から湯気でもよかったかもわかんないけどね、まあここまで逆転されてないからね、そういったところではそのね、ちょっとワンポイントね、遅いか早いかっていうところがね、このソフトバンクの7対3結果的には勝利に直結したのかなと。で、6回表もね、周東が、ツーランホームランを打って、まあダメ押しっていう形で、まあ楽天もね、12安打打ってるから打撃陣ね、いい形でできたけども、やっぱりね、1、2、3回、ここでやっぱりね、ビッグチャンスあったのに、2点しか取れなかったっていうところは結構大きかったかな。まあ4点差以降になったらランナーね、出してももうポンポンで続かなきゃいけないっていうところもあるから、まあそんななかなか策もできないっていうところは
あるけどもね。で、まあ、リリー夫人ね、長谷川の後、杉山ヘルナンデス、藤井、松本、つもりとね、まあ、ランナーを出しながら、なんとか踏ん張れたかなっていうね。まあ、楽天もね、終盤ね、のシュートのホームラン以降はね、追加点許さずなんとか踏ん張ったけども、やっぱそういったね、ピッチャーのね、交代のポイントだったりとか、変化球ワンパンして、ワイルドピッチして、ランナー三塁行って、次ストレート打たれて、カーンと打たれるとかね。まあそういったところはね、もうちょっと修正する必要はあるのかなっていうね、ところはあります。まあ結果ね、1勝1敗の五分でした。で、続いてオリックス対ロッテ、那覇での試合というところで、結果ね、雨天コールドで4対1でロッテの勝利というところで、オリックス先発ね、東、4回3分の2、92球、100安打6三振、無四球4失点と、昨年からのね、連勝が止まってから4月12日、ハムに負け、ソフトバンク勝ち負けつかず、バンクハムに負け、で、ロッテに負けというところで、これがね、負けてから、この勝負の怖さが分かってくるから、これをね、まだ壁を乗り越えたらまたね、一回り成長するからね、そういったところではね、今が成長しがちだね、やっぱ負けてね、負ける怖さがね、分かってから勝負だからね。まあ、その中、ロッテ先生ね、先頭がツーベース。で、藤岡レフト前ヒットで、ノーアウト一三塁からね、まあ、なんとかね、まあ、ここひょっとしたら吉井さんの中でもね、天候来るよと、レーダー見てて危ないよと、だからさっさと先制点取って、いつでも雨天コールドになってもいいようにしていこうっていうのがあったかもわかんないよね。3本に入ったトモスイがね、セーフティースクイーズ。これ成功。ナイスセーフティースクイーズ。バッドうまかった。でも、ここで一番やっちゃいけないのが、ファーストのセデーニョがホームにフィルダー出塁。いらん、マジいらんって。ほんと、初回だよ。あんたらもう、1点やって、アウト取って、ワンアウト、2塁でいいやん。なんでホーム投げる？楽々アウトなのに、もう見てたらわかるやん。何慌ててんねんっていうね。大バッ！ほんとに。で、ノーアウト1、2塁になって、外三振。で、その後、角中がね、レフトにタイムリーヒットで2点目。安田三振するけども、山口がセンター前タイムリーヒットとね、しっかり3点取ったというところもね。まあ、その後ね、何点取られたか分かんないけど、ひょっとしたら0点だったかも分かんない。セーフティースクイズの1点だったかも分かんないけどね。その中でね、あれはちょっとね、もったいない。で、3点取って。でも1回裏もね、ワンアウト2塁から中川がね、センター前タイムリー1点返して、あ、まあ、まだまだどうにかなるか分かんないなっていうところで、二階堂を持ってね、岡がレフトスタンドでホームラン。最近調子いいね、岡ひろみ。ね。で、4対1になって。で、その後はね、ロッテ西野。5回76球、6安打3三振、1四球1失点とね、しっかりピッチング。まあ、二階表もね、先頭紅林出すけども、ギボレフトフライ、若月サードゴロ。で、福田が三振。で、3回も先頭胸ヒット出るけども、ね、森もヒット。で、ワンアウト1塁からセデロがね、643ダブルプレー。4回も先頭西川出るけども、紅林643ダブルプレー。5回も飛ぼすぎてエラーで出塁するけども、後続続かずっていうね。毎回出塁するけども、得点を広げられなかった。まあそこがね、西野がよく踏ん張ったっていうところもあるけども、まあ3点差あるからね、ちょっと策もなかったっていうところもあるけどもね。まあなかなか苦しい展開だったと思います。ロッテとしたらね、雨降ってきてあんな土砂降りになったらもう無理だね。しっかりね、多分雨を見越した初回からのね、作戦っていうのが、構想してね、しっかり勝ち切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。オリックス対ロッテ15日の試合1対1の引き分けということで、このカード2連戦1勝1分けでロッテの勝ち越しっていうところになりましたけども、この5月15日の試合特にテーマはこちら、ミス合戦。はい、ミス合戦でございます。まあ地方球場行くとね、集中力が欠けるとかね、丁寧にやりすぎるとかね、地方に来たから遊びに行きすぎるとかね、わかんないよ。今の人たちはね。これ、想像で言ってるだけだからね。っていうところがね、まあ、ある可能性もあるけどもね。まあ、その中で、ロッテ先発田内ね、8回122球、7安打8三振、無四球無失点。めちゃくちゃいいピッチングね。まあ、球数がいってたっていうところで、最後ね、リリーフに変わったっていうところはあるかもしれないけども、ね。で、オリックス先発勝ちよ。8回100球、3安打3三振、1四球1失点。こちらもね、非常に、粘りのある中でね、しっかり、頑張ったんじゃないのかなっていうね。ところで、まあ、オリックスとしては、まあ、ミスも多かったしね。まあ、その中でね、まあ、初回、先頭福田がね、ライト前ヒット。これをね、セカンド、そう、ね、狙ってタッチアウトということで、これ、イージーアウトだからね。ギリギリだったらわかるけど、まあ、アグレッシブ、必死さと無謀は違うからね。そういったところでは、これはまあ、無駄な走塁、バッと。で、その後、西野もね、ヒットを打つけども、結局、中川森と続かないでね。まあ、いきなりね、初回、ビッグチャンス。これね、種市、こう、波あるからね。波あるから、パパーンって叩いておいたら、生きたわーって崩れてきたら、歯止めが効かないぐらい崩れる。今年ね、特に。っていうところでは、それをね、崩すチャンスを初回ね、
オリックスとしては 見失った。で、ロッテはヒット3本しか打ってないからね。まあ、その中1点、このね、4回のポランコのホームラン、ポランコね、クパッチ、ね、だけのホームランだけど、まあ、これが正直ね、精一杯っていうところだから、これでロッテは勝ったら、めちゃくちゃこのカードね、2連勝で勝ち越して大きかったけども、っていうね。まあ、その中でね、まあ、外野守備エラーね、ミスにはなってないけども、2回表ね、2アウトから安田がレフト前ヒット。これも安田セカンドになっていくんだけども、これね、ロッテとオリックスのね、まず一番の違いっていうのは、外野手がセカンドまでちゃんと投げてるかどうか。これもね、レフト西川ね、セカンドへ送球が逸れて安田がセーフ。これしっかり投げてたらね、アウトだったんちゃうかっていうね、ところで。で、4回ね、ポランコがホームランね。で、4回の裏ね、先頭森がライト前ヒット。で、胸送りバンド決めて、チャンス来るけども、セデリのね、西川続かずといったところで得点できず。そして、まあお互いね、なかなかチャンスがない中で、まあ終盤に向けていったところでね、まあ8回ね、森がパスボールしたりとか、ね。で、8回裏ね、先頭オリックスの攻撃ね、紅林がショートゴロ、小川がファーストへ悪送球、そしてランナーセカンドを向いて福田が送りバンドを決めて、ワンアウト三塁チャンス来るけども、西の中川が後続が続かず、ビッグチャンスで1点取れず、ね。で、問題の9回裏、ね。ピッチャー谷内から鈴木変わって、先頭森がライト前ヒット、で、胸送りバンドを決めて、これ惜しかったけどね。で、ワンアウト二塁からね、セデーニョ。ね、ここでピッチャー沢村に変わって、で、沢村がね、ワイルドピッチ、ここね、田村。遅いのよ。遅い。もう、ブロッキングに形が。でね、アウトコース構えてインコース来たの、もうあれね、止めるっていうね、取んなきゃいけないよ。もう、ブロッキングの形しながら取る。見てたら取れるやろっていうね。で、ツーアウト三塁になって、で、ここでね、西川セカンドゴロ。アウト瞬間終わったら、これ1対0って大きいなって言ったところで、セカンド藤岡ね。もう多分丁寧にね、やりすぎたのよ。これ下がまあ、地方球場だし、砂だし、ね、しか土だし、丁寧にっていうところで体が固まって、ファンブルエラー、バーッと、終わってたのにセーフ。でね、ここでも俺が一番気になったのは、ね、キャッチャーの田村さんですよ。本当にもう、佐々木さんベンチにいたらブチ切れてますよ、って。まあ気持ちはね、気持ちはわからなくもない。気持ちはわからなくないけど、まあ俺はそのテレビで見てたからね、ダゾーンでね。だからその全部が見えてないけど一瞬映ったのがその藤岡がミスしてセーフになって同点になった時にファーストとホームの多分塁間の間のどっかぐらいで片膝ついてカーってうなだれるやつだよ。気持ちはわかるよ。気持ちはわかるけどもあそこで一番やらなきゃいけないことはまだ同点やと負けてない負けてない切り替えていこうここしっかり踏ん張って延長でいこうっていうのをやらなきゃ、しかもね、俺はいつも言ってる。全然ベテランでもない。歳も若いしっていうね。それでもベテラン風で吹かすんだったら、ベテランだからこそそういう窮地の場面とか、ね、そういう劣勢の場面とか、何かね、起きた時に、ね、常に堂々としてチームを引っ張っていって、ね、一つにもう一回まとめるっていう作業が、特にベテラン、そして特にキャッチャーは必要なわけ。だからそのね、ミスしたことに怒るとかね、ミスしたことに叱咤激励するとかね、そういうのも必要だけども、こう、窮地の場面は怒ることよりもまとめなきゃいけない時の方が強いわけ。あの場面で言うと窮地の場面じゃんね。で、1対1の同点になって、もう勝ちがね、同点になるわけだからね。その時に勝った、みたいな、気持ち切らしてる場合じゃないんだよ。ね。沢村にもう一回鼓舞したりとか、藤岡にね、あ、いける、まだまだ、こっからまだ同点やから負けてるわけじゃないよ。この後締めていこうよって、常に堂々として声出してやらなきゃいけないんで、うなだれてる場合になっちゃないね。ね。だから結局ね、その後、ダイソーね、渡辺に盗塁されて、セカンドにワンパンで悪送球。で、その後ね、キャッチャーファールフライ、頓宮の時だ。キャッチャーファールフライあるけども、ね、行き過ぎて万歳して落とすっていうね。だからもうその気持ちが切れて、そうなってるから、その後続かないんだよ。そういった時にこそね、ベテランやと思ってんだったらそういう風なことをしろっていうのをね、俺は言いたい。俺がもしベンチだったら激切れです。はい。で、そんで、同点になって、で、10回の裏ね、先頭希望ね、地元ということでね、ハッスルハッスルでレフト前打って、セカンドオーバーラン、ね、セカンドベース狙ってまたこれもタッチアウト、バッと。アグレッシブと無謀は違うね。ね。しかもこれも一瞬映っただけだけども、セカンドベース回る、オーバー、ね、走っていくオーバーラン、めっちゃ遠回りしてる。もうそれで、ね、ロスもしてるし、もう悠々アウト。
何でもいいかいいっていうもんちゃうねん。で、チャンス潰すやん、結局ね。で、11回の表。で、今度ね、義母がファースト悪送球ね。で、田村送りバント決めて。で、最後ね、ビッグチャンスになったけども、まあ、荻野が続かずね。で、11回裏も中川先頭出るけども、ね、ここだ、宗のね、セーフティーバントギリギリのね、リクエストでセーフになったけども、で、ここもね、最後1本続かず。で、ロッテも最後ね、2つのフォアボールでチャンス来るけども、ピッチャーがね、宇田川から阿部に代わって、阿部がしっかり踏ん張るっていうね。で、12回も2アウトからね、福田ランナー出るけども、まあ、西とか続かずっていうところで、まあ、記録に残る残らないも含めて、ちょっとミス合戦だったかなと。ね。で、オリックスは10アンダー打って、最後に1本ね、仕留めきれなかった。まあ、それもね、無謀のセカンド狙っていって、イージーアウトになるっていうところが非常にね、この攻撃の流れを切って、もったいなかったなっていうね。まあ、ロッテは3アンダーでよく頑張ったけどね、まあ、最後丁寧に行き過ぎたっていうところもあるけども、それはもうみんな一緒だからね、そこで処理しなきゃいけないっていうところを考えたらね、ああいったところも日頃のね、練習の成果だったりとか、そのね、試合の中でどうするかっていうところがね、まあ、技術になってくるからね、地方だったからね、ミスしても許されるっていうことはないからね、そこら辺は精進してやっていく必要もあるし、田村にはさっき言ったようにね、振る舞いっていうところが、まだまだお子ちゃまだなっていうところはね、感じましたね。まあ、仕方ない。気持ちはわかるよ。気持ちはわかる。ああっていうね、気持ちはわかるけども、だからこそああいう場面ではね、しっかりなっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところは思いました。まあ、結果がね、1勝1分けでロッテの勝ち越しでした。セリーグ。巨人対 DeNA、2対1で巨人の勝利ということで、巨人先発山崎より7回101球、5安打5三振、2四球1失点と、本当にね、両コースしっかりね、コントロールもなく、しっかり投げ切れたかなと。DeNA 先発 K ね、6回92球、5安打7三振、1四球1デッドボール2失点と、まあ、試合も作ったしね、これ負け投手になったけど、それはもう K はね、攻められないっていうところで、巨人はね、2回の裏、先頭坂本ライト前ヒットで、長野が三振、ここでワンアウト1塁からね、岸田がね、まっすぐ高め、レフトサンデー、ツーランホームラン、ね、ここのアルベン富山作られたバットでツーランホームラングッとなっちゃうね。で DeNA はね、5回の表、森レフト前ヒット、 K が送りバントを決めてワンアウト二塁から海老名がねレフトへタイムリーヒットっていうところでしっかりね、1点返したっていうところだけど、まあ、ここまででね、2対1で巨人の勝ちで、その後ね関根のピッチャーライナーね、これファーストエビナー飛び出しちゃダメだよね、偽装すんのはいいけど偽装してからの大リードでかすぎるってね、こういったところ、なんかちょっとしたミス大きいんだよね。もうあと DeNA の問題点は、この2回表、筒香フォアボール、3レフト前ヒットでノーアウト、1、2塁。もちろんね、こっから山本、森、ケイとね、下位打線につながっていくからっていうのもあるけども、まあ山崎よりって考えたら、ここはバントでよかったんちゃうかと。ね。で、ワンアウト、2、3塁作って、森がね、で多分こうなったらね、序盤だから巨人のね、内野も後ろ下がってると思うの。そしたら森のね、バットコントロールで内野ゴロでも1点取れたっていうところもあるから。なんかで、もうこのね、7回はね、先頭、佐野がレフト前ヒットで山本送りバント。まあここで、ね、森がセカンドゴロ。で、代打大和になってね、経緯でサードゴロになるけども。まあね、序盤だから打っていく、終盤だからバントっていうところもね、あるかもわかんないけども、まあ山崎より今、多分セリーグでもトップクラスに安定感あるからね。そう考えるとやっぱ早めに得点って考えた時にはやっぱここがバントで俺は良かったと思うけど DeNA ファンの皆さんどうですか？どう思いますか？ね。もうその後ほぼノーチャンスだからね。結局はね。だからまあそのね山崎よりの後も、船場さんはね、バルドナードね。まあフォアボールずっとランナー一人ずつは出すけどもね。なんとか踏ん張り切ったっていうところも良かったしね。まあ巨人としてはね、山崎よりが踏ん張って岸田のね、ツーランホームラン逃げ切り勝ちっていうのはね、試合展開としてもいい試合展開だったんじゃないでしょうか。DeNA ファンの皆さんどう思いますか。はい、初戦はね2対1巨人の勝利でした。巨人 DeNA 15日の試合4対0で、巨人の完封勝利というところで、巨人先発ね堀田6回90球2安打3三振1四球1デッドボール無失点とグペッチね、まあ、ストレート、カーブ、スライダー、カット、チェンジアップ、スプリット、なんかもういろんな球種投げてるような感じがする。けど本当はどうなのかわかんないけども、なんかいろんな球種をね、巧みに投げて、あとまっすぐやっぱりね、力あったね。そういったところでは非常にね、ストライクゾーンでも勝負できたし、そこから変化球っていうところでもね、勝負できたし、いい形のね、投げっぷりっていうのはね、良さあったんじゃないのかなと。で、DeNA 先発にしたね、6回3分の1、108球、6安打6三振、2四球4失点っていうところで、まあ最後はね、ちょっと丸の一発に沈んだかなと。で、巨人はね、初回、2アウトからね、吉川のセカンドゴロ、牧がエラー、岡本フォアボールで坂本がレフトにタイムリーヒット。
で3回の裏、萩尾がツーベースで送りバントを決めて吉川がタイムリーっていうね、ここもね形作ってね、相手をミスをついてって確実にね仕留め切れて2点取れたのはね序盤特に良かった。で、7回裏もね、岸田がライト前ヒットで門脇が送りバントを決めて代打丸のねツーランホームラン、これでダメ押しっていうね、まあ、本当にね堀田の頑張りもあるけども、攻撃っていうところではねやりたい野球、その中でね、バントで送ってとかホームランとかねっていうところもね非常に大きいね、かなり素晴らしい点の取り方だったんじゃないのかなっていうね。でまあ DeNA はねヒット3本だから正直ねもうノーチャンス、完敗です。そういった意味ではね、まああとはまあピッチャーとの兼ね合いもあるけども、この5回先頭佐野がフォアボールだったら俺は戸柱送りバントで森で代打っていうところでなんとか1点取りに行く野球してもよかったんじゃないのかなっていうね。なんか盗塁とかねアグレッシブに走るけども、まあ、バントしないっていう、これデータスタジアムのデータでもあるからね、そのバントした方が得点確率が上がるっていうデータもあるからね、ランナー三塁に行ってるとね、あのロッテ対オリックス戦みたいに最終回ね三塁にいるとエラーとかでも1点入る可能性もあるからね、そういったところではこの接戦勝ち切るっていうところではやっぱそういうね、まあ、堀田も状態良かったからね、打ち崩せればいいけども、打ち崩せないってなってくると、そういうところもやっぱきっちりやっていかないと、腰をちょっと落としていくんじゃないのかなと。あとはね、初回の、牧のエラーとかもあったけども、最近まだちょっと守備のミスがね、ちょっと目立つなっていうところは DNA にあるんで、ちょっと雑かなっていうところはあるよね、野球がね。まあ、ババババーンって大味にね、この前の、阪神戦みたいに、柔軟点、ババババーンみたいな感じだったらブリの強さは出すけど、やっぱり接戦勝ち切っていくためにはそういった、まあ、投手陣の頑張りもそうだけども、きっちりきっちりきっちり やらなきゃいけないと、だから流れだよね、流れいい時にはそんなことやらなきゃいく必要ないけど、やっぱ流れがうまくいってる相手のピッチャーがいいっていうところはそういったきっちりきっちりやらないとね、得点も入りませんよっていうところと、俺メジャーのやつはねバンドが下手なだけちゃうかっていうところも俺はってあるんだよ。まあ、アメリカ大好きな人からはね、そんなことないって言って批判されるかもわかんないけども、バンドが下手なだけなっちゃうかっていうね、あとバンドしてもね、成功しないからやんないんちゃうかっていう、俺あんなヘボさのバンドだったらバンドの作成しない、だって怖いもんやらすの、下手くそすぎて。この前スクイズも空振りしてたしね、まあ日本人でも空振りするけどもね、そういったところではね、やっぱバンドっていうところももうちょっと必要なんちゃうかなっていうのはね、個人的に思います。しかしジャイアンツとしたらね、堀田がしっかり投げ切ってね、その後西舘ね、高梨泉って言ったところでもねしっかり、完封リレーっていうところで良かったんじゃないでしょうか。堀田もね前回の8日の、中日戦に続いてね、いいピッチングっていうところも、あったし、で、西舘はね、ヤクルト戦以来っていうところもあるけども、しっかり2試合連続ホールドね、その前の、中日戦8戦も良かったから、4月31日だから5月入ってからねいいピッチングも続いてるし、引き続きね、これをねやっていきたいっていうね、まあ、ヤクルトの時はね、失点1はあるけどもね、まあ、それをしっかり5日後ね DeNA 戦、まあ、ここはね体力的なこともあるからマネジメントしながらジャイアンツもね使ってると思うけどもね、いい形のピッチングになったんじゃないでしょうか。結果はね北陸シリーズジャイアンツ2連勝でした。ヤクルト対広島、松山坊ちゃんスタジアムの試合1対2で広島の勝利というところで、広島先発ね床田、7回96球5安打2三振3四球1失点で、ヤクルト先発小澤ね5回90球9安打2三振無四球2失点というところで、まあ、床田はね4勝2敗で小澤は4敗。いやでももうこれはもう小沢のせいじゃないよ、もうかわいそうだよ、いつもいいピッチングよ、防御率 2.73 で0勝4敗どんな、逆にどんなね、まあでも床田もね本当は一番ねやっぱ今の広島の中ではね安定感あるピッチングだったかなっていうね。でこの試合はねもうまさにね両チーム素晴らしい守備がね連続する試合の中で結局守備のミスで負けるっていうねヤクルトね、まあその中でもね初回ねヤクルトの攻撃ね、ショート長岡の三遊間抜けるかなっていうあたりをね、ショート矢野が取ってね、そこから、大遠投ね、スローでアウト。そして、村上のね、一塁線抜けるかなっていうところをね、ファーストね、林がダイビングキャッチで防ぐっていうね、ところもそういった守備力もね、高さっていうところも見せつけたし、で、このね、広島8回ね、3回表、先頭坂倉ツーベース、で、床田がライトフライを打ってね、3塁にタッチアップ進塁、で、ワンアウト3塁から秋山のね、ファーストゴロを、ファーストオスナがね、素晴らしいプレーでね、で、ホームに投げて、ホームのね、坂倉もアウトっていうね、ところで、あそこのね、タッチも良かったしね、そういった素晴らしいプレーでね、
相手にね、得点をさせないようにっていうところで、4回の表ね、ワンアウトから菊池のね、ライト前、まあ、ワンヒット、ワンエラーで、まあ、スリーベースになっちゃうんだけども、まあ、ライトなのか、太陽の石なのか分かんないけども、まあ、何かが見えにくそうにはしてたけども、それだったらサングラスでしょ？ここにしてたんやから。ね。まあ、しててもどうかは分かんないけども、ここに用意してるってことは、ひょっとしたら何かあったらしなきゃいけないってなったかも分かんないところで、用意してたのにしてないっていうところは、俺は疑問符。それなんでなんやろうっていうね。で、結局それで、後逸しちゃって、スリーベース。ね。で、ワンアウト三塁から、小園がね、レフトへタイムリーね、スリーベースっていうね。まあ、あそこもふわふわってね、まあ、変なところに落ちちゃったっていうところはあるけどもね。で、1点先制。で、6回表、野間レフト前。で、菊池がね、あれも小園いい球だったけどね、ポンって投げ出すようにね、バットを、ライト、カンチャンポテンヒット。で、ノーアウト1、3塁から小園がね、ライトへ、タイムリーヒット。で、ここで末金ね、内野安打。で、ノーアウト満塁から代打中村三振。で、ここね、矢野のね、このダブルプレーってね、いうところも、ここもね、しっかり防いでいって、だから守備もね、頑張って防いでんだけどね、ヤクルトもね、ここね、オスナもね、ファーストベースを踏んでからホームに投げて、ランダムプレーでね、アウトっていうところでね、非常にこのオスナのプレーも良かったけど、まあ、あの丸山のね、一つの攻撃っていうところがね、まあ、痛かったよね。でも7回裏ね、竹岡がライトスタンドでホームラン打って、ね、一矢報いるけども、まあ、その後はね、なかなかっていうところで。で、あとはこのね、6回のね、6回裏の、ヤクルトの攻撃もね、長岡レフト前、村上フォアボール、そしてオスナフォアボールでね、2アウト満塁から西川のね、左中間抜けるかっていうね、これ大逆転ちゃうかっていうところでセンター秋山のダイビングキャッチ、秋山グッドプレイ。ね。こういったところで、だから松山のファンの人もね、本当に両チームね、本当丸山に1個のミスだけだったけどね、両チーム本当に硬い守備でね、チャンスもあったけども、それを防ぎながらね、いい試合展開だったと思います。まあ最後はね、その1つのミスっていうところでね、ヤクルトがそれがね、失点になってしまって、結果的にね、2対1の僅差の試合になったんじゃないでしょうか。まあね、この1つがね、試合大きく影響するからね、だからそこら辺俺はもうサングラスしてんだったら、このね、なんでしなかったのかっていうところはね、疑問に残るところだけどもね、まあ、結果ね2対1広島の勝利。小沢頑張れ、踏ん張り時や。ヤクルト対広島、15日の試合2対0でヤクルトの勝利ということで、これで松山シリーズ1勝1敗の5分っていう形になりましたけども、ヤクルト先発松本健吾、4月14日、25歳、昨年のドラフト2位、今年1年目東海大学菅生からアジア大トヨタ自動車と経て、今日この日初先発で9回118球3安打10奪三振無四球無失点の完封勝利。新人が初先発で完封、そして2桁奪三振、そして無四球はプロ野球史上初でございます。ビッググーからのスパイラルの優勢で内野から今シーズン初のフルコンプでございます。それぐらい素晴らしい。これはもうね、よくね援護したよ。この2回裏ね、サンタナ青木でチャンスを作って、中村はねライトフライでアウトになるけども、竹岡がねライトに先制タイムリー、前日のねホームランからね生きた。しかもその後松本ねきっちり送りバントを決めてるっていうところもね、グッといいポイントね。で、8回にはね、村上が史上最年少でね205ホームランダメ押しっていうね形で1点を取って、まあね、なかなか得点はしきれなかったけど、まあ、こういったところがね、投打バランスが噛み合うっていうね、ところになるから、まあね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。松本ね、まっすぐカーブ、カット、スライダー、スプリットとね、非常に力強さと、低めの制球、コントロールも良かったしね。まあ、これはね、次もね、見ていきましょう。ね、もうこれはもう大絶賛するしかないからね。カープとしてはね、3安打。まあ、強いて言ったらこのね、カープはもう2回だね。このね、ワンアウトからね、林がツーベース、で、矢野の打球ね、オスナが後逸。逆シングルで股の下抜け出たで。で、ワンアウト一三塁ね、ビッグピンチ作るけども、相澤543ダブルプレー。まあ、ここをね、松本切り抜くというのは大きかったかな。あとはもう、4回以降はランナー出してないからね。3回の秋山がね、ヒット打たれたのが最後か。4回以降ほぼパーフェクトだからね。そういった意味では完璧なピッチングだったし、完璧な勝利だったと思います。次回のね、登板も楽しみにしてます。プロ野球史上初の快挙でした。グッピッチ。
さあ、プロ野球、もうすぐ交流戦が入ってまいります。まあ、このカードね、地方遠征が多かったんで、2連戦。で、まあ、中日阪神がね、まだ今日、木曜日の試合あるということで、そちらの動画で、申し送り事項など、やっていきますから、ぜひね、明日の動画もね、週末、プロ野球を楽しむために、ぜひ、見てください。ということで、今日の動画は、5カード、2連戦で終わったチームのみの総チェック、そして、中日、阪神は明日の総チェックで、出します。二段構えです。両方見てくださいね。それでは。